ちは。こんにちは。こんにちは。さあ今回は、はい、みんな気になる稲葉ジャパンの話題いきたいと思います。しゃあ、はい。なんか湯高さん的に気になる選手、気になる選手。まあ大城はね、大体内野だったらどこでもできるんだよ。うん、だからそういう適性を見たいんじゃないかなという気がするけどね。でも二遊間が、はい、ああ京田、吉川、中村か、ね、まあ大城もできるね、はい、まあ、4人揃ってるっていうことか、はい、なんかちょっと寂しいな、はい、ピッチャーですか。ピッチャー、はい、ピッチャーが、こちらですね。まあ、田口、はい、田口もローテーション入れないかもわかんないもんね、巨人で頑張らないと。そうですよね、シーズンまあ、ちょっと大変なんだよね、はい、ただ高橋ソフトバンクの、はい、アンダースロー で、はい、でやっぱこう変則だよね、うん、だからここら辺が通用するのかどうか、うん、まあ、そういうのはちょっと見てみたいよね、はい、キャッチャー陣はキャッチャーどうですかね。キャッチャー小林はもう、はい、生き残りかけてるから今結構大変そうですけど、だって住谷、安倍晋之助、大城、はいはい、まあ、ここら辺はね、そうですね、と争わなきゃいけないわけだから、はい、これやってる場合かっていう感じもするけどまあでも小林の方いいな、やっぱな、めっちゃ好き、もちょっと盗塁最初だけど、はい、まあ回は回で、はい、まあいいし、だからどうなんだろうねこれね、うん、まああと田村が入ってるね、はい、まあ外野手は吉田選手、オリックスのカープの野間選手、上林選手、うん、ファイターズから近藤選手と西川選手ですね。まあ、本茶の時でも可能性のある選手が顔を並べてる、ね、うん、そうですね、なんか結構、うん、まあ特徴があるよね、みんなね、はい、まあいずれにしても、はい、まあこの中でこう可能性を見つけ出していくというか、はい、まあ、そういう戦いにはなっていくと思うんだけど、うん、まあ村上だって、はい、まあ例えば1本しかヒット打ってないけど、まあホームランね、はい、打ってないかもわかんないけど、なんか国際試合やたら強いとかさ、はい、外国人ピッチャーにやたら合うとか、確かに、まあそういうことだって可能性あるし、はい、でもあんまりね、向こうの選手っていうのは足を絡めてくるケースっていうのはそんなに多くはないよね。うん、だから肩というよりも打てるキャッチャー、まあ、なるほど、あ、打てるキャッチャーか、もう本当にリードがうまいキャッチャーっていうところだよね。ちょっと目玉的には、はい、ねえ清宮だったのかなって思うけど、まあちょっと落ちちゃったから、しょうがないですね、もう怪我の仕方だから、まあ野手で言えばね、はい、でピッチャーは高橋、はい、アンダースロー、どこまで通用するのか、はい、うん、やっぱ歴代こうアンダースローっていうのは入ってきてるよね。あ、はい、そうですね、そうですね、まあ、牧田とかもそうだし、そうですね、渡辺、はい、ロッテのね、はい、とか入ってきてたから、うん、まあ、どこまで通用するかっていうのはちょっと楽しみにしたいなと思いますね、はい、ただこの時期に監督として選手を各チームから預かるっていうのは気使うぞ。いやーそうっすよね、故障とかあった時にやっぱり走らせて見くばられとかさ、うわ投入させて足首痛めたとか、はい、怖いっすね、怖いっすね、怖い、だから怖いって言ってて、はい、やらなかったら何もできないんだけどさ、はい、まあまあ怪我がないようにね、そうですね、まあ、大事な時期だし、はい、うん、本当に今年かけてる選手もたくさん選ばれてるので、そうですね、はい、まあでも一番怪我しない方法は緊張感を持って一生懸命やることで、うん、やっぱ気持ちが抜いたりちょっと抜けたりだとかさ、なんかそういうことするとすぐ怪我につながったり、だからこれ不思議なもんでさ、はい、だから一生懸命真面目に真摯に取り組めば怪我なんかないから、うん、ね、まあまあみんなでもう全日本だったから、そうですね、もう応援しましょう、やるからにはやっぱ勝ってほしいんで、はい、はい、期待しております、はい、頑張ってください、はい。